はい、おはようございます。今日もね、質問に答えるコーナーってことで、ちゃっちゃとね、いろんな質問答えてるんだけどさ、いろんなことね、やっぱ、でも答えられるってもうすごくない経験が多いからな。ということで、今日の質問はね、ハーベストさん。すごい短い質問なんだけどさ、ね、社長動画ありがとうございます。これ多分、一回この人の質問答えたのがね、で、識引き制度をしていたのはいつ頃ぐらいまででしょうかっていうことですね。識引きの話したんだよね。で、この識引きって何かっていうとさ、これね、大阪だよね。基本的には、その、関西地方っていうよりも、特に大阪が中心となってね、昔ほら、その、保証金制度みたいなのがね、あってさ、で、敷金ね、例えば、東京とかこの辺だと、敷金大体2ヶ月くらい、で預かって、で、解約の時には、そのなんか壊したものとかそういうものを、費用の負担をね、振り分けて、で、持つべきものは持ってもらって、で、その預かった敷金をね、清算して返すっていうね、いうのが、敷金だよね。で、大阪の場合はね、昔から敷金がね、すごい高かったわけ。で、それ何かっていうとね、例えばその、例えばワンルームマンション1個借りるのに、80万円くらい敷金取ったりね、60万円くらい取るのよ。で、その代わり、家賃は安いの。ね。で、家賃安いんだけど、要するに、ね、退去した時に、その生産基準関係なく半分引いちゃうっていう。ね。それを敷引きって言うんですよ。もう定額で引いちゃいますと。だから、ね、60万預かってれば30万ね、だけしか返さないし、80万だったら、40万しか返さないっていうね、結構乱暴なことをやってたんですよ。だけど、家賃安いの。だから、実際にさ、大阪ってね、政令指定都市の中で一番家賃安いんじゃないの？で、それがあって、で、だから、敷金がね、その、ある程度入ってくるからっていうんで、なんか収支が回ってたんだよね。ところが、東京ルールっていうのができたわけじゃん。で、その東京ルールが、その、国土交通省が決めて、で、施行されてから、大阪で、いや、おかしいぞこれはって話になって、で、敷引き制度をね、その、いわゆる、否定する判決がいっぱい出るようになってた。そこで、結局、敷引きはまずいぜってことになって、で、東京ルールができてから、だから、何年前だろうね。その後、3、4年続いたんじゃないの？で、だけど、それがもうやっぱり他のね、市場の中で、他のね、敷金が2ヶ月になっちゃったのに、下手すると、敷金ゼロなんてのも大阪でも出てきちゃったから、ね、当然だけど、敷金ゼロと敷金がさ、ね、60万とかだったら、それは無理じゃんってことになって、で、結果的にね、その敷引き制度がなくなっちゃったのも同然なんだよね。で、いうことで、結果的に、今はなくなっちゃったんだけどさ、やっぱね、昔からここはね、すごく問題があってね、特に首都圏でも、その、なんかさ、バカな業者がね、その、大家さんの肩持つわけよ。で、実際に俺なんかもね、昔、もう何年前だ？ 30 の頃だから33年ぐらい前か。ね。そうだよね。今63なんだからさ、33年くらい前に、賃貸管理のね、セクション任されてさ、で、やった時にね、法律を照らし合わせたらおかしいんですよ。当然だけど。で、その、法律を照らし合わせておかしいのに、それをね、やってるんだよ。だから、これはおかしいでしょって言うと、大家さんが何言ってんのと。ね、あそこの業者はもう、ちゃんとやってくれたよ、みたいなこと言うわけ。でさ、弁護士に相談すると、そういう召喚書があるからね、とか言ってたんだよね。でもね、これ絶対おかしいよねってことになって、で、前職ね、の時は僕はサラリーマンだったけど、やっぱ会社が、ね、成長してる中でね、たったこんなことでさ、なんか、ね、変なことになっても嫌だなと思ったから、逆にさ、そういうなんとかな、もう全額入居者にその請求させるとかいうのが召喚集としてあったんだ。ね、でおかしいぞこれっていうことで、で例えば、ね、あの時ももう何店舗かなんかやってて、俺はおかしいと思ってたから、で結局そういうね強要して大家さんは、まあ、とりあえずさ断っちゃうとさねほらまた逆にさ変な風評出されても嫌だから一応受けるんだけど、もうこの大家さんのやつはつけるなっつって、でもう次のお客さんつけない。でそうすると次の、ね、他の業者にも頼んでるから他の業者行くじゃん。でそこで仕分けしちゃうということでそういうね敷金というか敷金の問題よりもさ現状回復全部ねやらせるような大家は排除したの。そうしたらね会社の中ですげえ大問題になってさ、お前倉橋がねこんなことやってるぞと、ね、そうすると、ね、うちの会社はお前商売にならないぞというようなこと言って。ね、バカなやつが騒ぎ出したけど、だったらいいよ別に俺さ悪いけどさやりたくてやってるわけじゃないから、ね、自分の通りできなかったらやめるよって言ったら、まあ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 っつってさ、まあしょうがないからねうなぎさんの言う通りにしましょうよみたいなことになってさ、でやったから今があるわけじゃん。でまんまねじゃああなたはやめたっつって俺ねその住宅販売かなんかの会社やってればさねまた違う人生あったかと思うんだけどさでまあ結局ね、それらを標準化するために一応マニュアルっていうのを作ったんだよね。この業界25で入ってさ33の時じゃないかなにマニュアル作ったんですよ。でそのマニュアルが売れて、でなんとなくそれが日本全国のね宅建協会とか全日産で使われて、でその後に今度その敷金とかさその退去、ね、入退去のホームっていう法律の本まで弁護士と相談して作ったのよ。でこれも結構売れてさ、で結局最終的にやっぱりねその入居者のまあ結局さその旧借借家法っていうのはねその入居者保護がもう強烈なわけじゃん。家賃も上げられないしさ、ね、それで、ね、契約の解除もできないしさっていうことで入居者かなりね保護されてるのよ。だけどやっぱり不当なね請求をしてまで大家さんに利益を与えるのはおかしいよねっていうことで、でそれをまあね減価償却っていうね物事の考え方をしてで請求できないまま請求できないんですよっていうことでやったのね。でまあそれでだんだんこうねいろいろな方向性が変わってきて、で最終的には国土交通省が動いてねでやっぱおかしいよねってことになって、でその東京ルールっていうものが出来上がったわけで、まあその東京ルールがね僕のそのマニュアルに基づいてるかどうかはまた別な判断なんだけど、でも実際にはやっぱりそこでね国が動いてさやっぱり今の東京ルールねにしてくれたおかげでトラブルがなくなったじゃん。だって一個一個トラブルんだもん。だってね、なんでこんなお金取られるんですかとかいうわけだよね。当たり前だよね。それ入居者の方が言うに決まってんじゃんさ。でそれをねごまかしたり嘘ついたりしながらさ業務やってたんだよ昔は、ね、でそんなさ仕事がねちゃんと定着するわけないじゃん。だから不動産業もね良くないとこですよ。で今ね本当になんていうのこの間もねテレビでねやったけどさなんだっけ消毒なんかガスビュって吹いてさお金取んないんだけど今度さやらなくても金取ってさで余ったガスボンベね開けてうちに爆発しちゃったみたいなさバカな業者いるわけだろ笑っちゃうよね。でこれ笑い事になんだよね。だってそれ法律としてさ詐欺じゃんね。でいうのになんか知らないけどね騒がれなかったよね。だけどさ、ね、やって高いとか安いとかだったらまだわかるよ。やらないでお金取ったら詐欺だからね。うん、でうちなんかでもさまあ大手ですよある程度、ね、それでさ入居者から苦情が来てさ、ね、消毒したはずなのにゴキブリ出たっつうんだよ。でちょっと待って消毒って何ですかえ1万8000円取られましたよなんて言うわけよ。誰によっつったらそれ仲介の会社だよ。でこいつなんかさ別に開け渡す時に鍵なんか渡してないよ、ね、だからうちがやってないんだから、ね、でその業者がさやる機会なんかないじゃん。だってねうちの物件に申し込み来て契約しただけだから、ね、で鍵はさ案内の時は確かに貸してるよ。だけどねその案内の時に勝手に消毒するわけないじゃんさ。って言うんで、お前これを大問題になるぞっつったら、ね、誤って金返しましたよ。だけど、それ一件だけだよ。だけど、他はどうしたかわかんないよね。っていうことでさ、まあそこそこのね、看板抱えながらさ、詐欺みたいなことやってるやついるわけよ。で、それは、俺はちょっと社会的に大きな問題じゃないですかってこと言ってるわけ。うん。で、まあ鍵交換とかそういうものをね、やっぱりこう、入居者に、必要であるからするわけだよね。で、だけどこれも、いや、それは大家さんの負担じゃないかなっていうこともあるんだよね。でそれはまあ、特約の中で歌ってて、鍵はついてるわけだから。ね。いや、もし、交換必要ないって言うんだったら、そのままの鍵使ってくださいっていうだけじゃん。っていうことだよね。だから、そういう面ではさ、なんか、いろいろね、賃貸に関わる、その、法整備ってものがね、だんだん整ってきてはいるけれども、まだ細かい分ではね、はっきりしてない感じになるかね、と思いますよ。だから、まあ、この識引きの制度についても、ね、やっぱりこれ、不当な利益だからさ、やっぱりそれはやっちゃいけないよねってことになったから、だんだんね、この賃貸業も、ね、最初はさ、まあ、道徳的、ね、あと倫理的、で、最後は法律的なわけじゃん。だから、最後は法律と照らし合わせしかないんだけど、要するに今までがね、あまりにも倫理がなかったんだな。だから、そこがだんだんこれから改善されて、いい形にはなってきてるんですよ。だから、まあ、不動産業の未来もね、ちゃんと法律が理解できる人たちが増えてきたから、まあ、これからじゃないかなと思うんだよね。ということで、まあ、敷金の制度とかね、あとは、その他のトラブルの処理の方法なんかもね、やっぱりさ、ね、僕がこの業界入った頃はさ、本当にこんな紙っぺら1万円のやつをね、協会で売ってて、そこに穴埋めしたらね、契約が、終わったみたいな感じになってさ、やってたんだけど、そうすると、逆にさ、今度入居者が不当な人に対して対応できなかったんですよ、昔は。だから契約違反がちゃんと書いてないから、契約違反って指摘できなくてね。で、僕なんかが、最初、契約違反が指摘できるね、契約条文作って、で、最初ね、35条あったんですよ、僕の作った原稿は。だけど、それを実務でやってたら、あまりにも長すぎる。賃貸の契約で1時間以上かかっちゃうわけよ。読み合わせるだけでね。だから、それはちょっと長すぎるなってことで、特約に丸めて、確か23条か24条に圧縮したのかな。で、それが、世の中にずっとこうね、広まってって、今皆さんが使ってる、契約書の元になってるわけ。で、元は、もう僕が作った、マニュアルからスタートしてるから。これも間違いない事実なんですよ。だから、誰かが、やっぱ判断して、まあ一つのね、方針を決めると、それが正しければ、まあ、ちゃんと浸透するんだよね。で、国土交通省もその敷引きの件について、もうね、やっぱり、いろいろ考えて、まあ東京からね、東京ルールってものを作って、で、普及したわけじゃん。っていうことだよね。だから、ね、この敷引き制度ですね。いつだろうね、東京ルールが出てから2、3年で大体収まりましたね。っていうことなんで、ちょっと東京ルールのやつ、ね、期限調べてみてよ。そっから2、3年ってことなんでね。調べてから言えばよかったけどさ。ということで、ね、敷金の問題についてもね、特にさ、まあ大阪でね、講演した時に、業者さんがね、言ったのが面白いんですよ。ね、大阪の住民はさ、ね、入居した時にさ、ね、新築で入ってもね、出る時には子が壊れたって言うんだよね、とか言ってて、だから、敷引きはね、しょうがないんだって言ってたんだけど、ね、ああ、入居者もそうなんだねっていう話だよね。だから、そのバランスあるだろうな。で、今ね、うちなんかだと、ね、引き渡してから10日以内に告知してもらうということ。ね、で、その告知がなければ、今のね、設備とか、いうものをね、認めることになるわけね。だから、それも僕のマニュアルの中に書いたんだけども、それをやったおかげで、やっぱり退去の時にトラブらないもん。で、例えばさ、いや、こここうな、ね、入居の時からこうなってましたよって言ったら、だったら10日以内にさ、連絡してくれればよかったじゃないですかって言ったら終わりだよ。っていう風な原稿にちゃんとなってるわけ。そういうことで、まあ、なるべくね、賃貸住宅の経営は、やっぱり、ね、運用上のトラブルはあるけど、やっぱり一番多いのは退去の時のトラブルが多いから、まあ、そこの部分を、要するにどうやってね、回避するか、まあ、それを最終的には法律と照らし合わせて、どう判断するかっていうことが重要なんじゃないかなと思いますね。ということで、識引制度、今はほとんどなくなりましたけども、多少ご理解いただけたでしょうか。またご質問あればですね、こちらの方ね、コメントのところにご質問いただければと思います。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。